皆さんこんにちは、ワンダリグルビジです。では今回はハーツオーバーヤフォー現代モッドロシア編続きをプレイしていきたいと思います。ウクライナを併合してすかさずフィンランドも制圧しました。ただこのフィンランドはですね、ドイツ、イギリス、そしてルーマニアから独立保証を受けている中、強硬に開戦を行ったので、ドイツ、イギリス、ルーマニアと自然的に開戦するという状態になっています。これイコール時期に NATO との戦闘になると思うので、できるだけね、その NATO の参戦を遅らせるためにしっかりまず外交を行います。NATO 諸国に対してダメ元で、そして余っている政治力を使ってですね、しっかり外交を行うところをまずやります。敵に回る国を少しでも少なくする、そしてできれば遅くする、これをしっかりやっていきましょう。特にフランス、アメリカ、このあたりが参戦してくると、もう欧州大戦から一気にですね、第三次世界大戦という状況にもなるので、これをね、引き起こすのを少しでも遅くして、確実に中国が参戦してくれる状況を作るまではですね、参戦される国を少なくする、あるいは参戦する時期を遅くする、これをね行っていきたいと思います。アメリカ、カナダ、このあたりもね、しっかりやりましょう。トランプさんとかもね、もうできれば参戦するのを遅くしてもらいたいなという状況ですね。そして最前線の状況なんですが、ルーマニアですね。このルーマニアは先ほどお話した通り、フィンランドに対して独立保証をしていたのを我々ロシア軍が強硬に開戦したので、当然ルーマニアとも戦争状態に入っています。国境沿いですでに前哨戦が始まっているという状態です。これに対して我々はですね、クリミア半島から一挙に首都ブガレストを攻略するために強襲上陸の部隊を用意しています。さらに言うとですね、このカリーニングラードなんですが、ここにいる部隊、これはですね、おそらくこの後ポーランドが NATO として参戦してくると思うので、その前に撤収させます。事実上このカリーニングラードは放棄すると、そういうことですね。これはしょうがないと思いますので、キエフの方に部隊を移します。ではこれでゆっくり時間を進めていきましょう。まずは強襲上陸の部隊が上陸を開始しますね。コンスタンツァーに上陸さえできれば、その後増援部隊を送って一気に決着をつける、そういう流れを考えています。ルーマニアとの国境ですね、テルノービリぐらいまでは、残念ながら押し込まれる可能性があるというのを考えて、南から首都ブガレストを目指すという作戦です。そのためには部隊数がちょっと必要になってくるので、この後新兵をこの強襲上陸の部隊に一気に入れ込みましょう。ブガレストが危ないとなると、ルーマニアもね、気が気じゃないと思うので、まずはそういう状況をしっかり作っていきます。取りましたね、コンスタンツァ取りましたので、ここで新兵部隊を一気にこの強襲上陸部隊に組み込みます。さらに、もうある程度粘度が高くなっている新兵も下ろしちゃいましょう。一気に大部隊としてこのルーマニアを南から攻める部隊に加わってもらいます。ここまで来ると本当にもういつ参戦されてもおかしくないと思うので、できるだけ早くですね、早期に首都ブガレストを落として、まずは NATO の戦意を削ぎたい、そういう局面です。ゆっくりゆっくり時間を進めます。
ここでドイツがロシア戦に対してフランスを呼びましたね。こうなるとフランスから芋づる式的に、どうだろう。NATO の各国を呼ばれてしまいそうな、そんな予感がします。アメリカの参戦だけはできるだけ抑えたいんだけどな。軍事援助不要請とかさ、これ聞いてくれるわけないですよね。俺ね、コマンドとしては用意されてますけど。ちょっと心配の種は尽きないですね。アメリカが呼ばれました。これでもう完全対戦が始まりますね。ここに至って、まあ、一気に参戦国が増えてしまいましたので、我々も中国を呼びます。まあ、ずらっと見ても完全に NATO が全て敵に回った状態ですね。参戦しているのは現時点でイギリス、ドイツ、ルーマニア、そしてアメリカ、フランスなんですが、ここに入っている NATO の全加盟国が参戦されると思うので、そうなってくると、リトニア、ラトビア、リストニア、このあたりも敵に回りますね。あとは、ポーランド国境。ここを固める部隊が圧倒的に不足しているので、ポーランドを固める部隊ですね。これ、ちょっと用意する必要がありますね。各戦域見ておきます。まず、ノルウェーとの国境ですね。ここには部隊はある程度配置してあります。空軍もつけてあります。そしてですね、ちょっと怖いのがエストニア、そしてラトビア、この国境沿いですね。ここに配置している部隊をしっかり、用意しておく必要があるということ、ポーランド、ルーマニア、ここですね。ここにしっかり部隊を置いておきます。あまりこれまで注目する機会が少なかったんですが、日本海ですね、ここもアメリカ軍が参戦してくるとなると、強襲上陸を、それこそね、ウラジオストクとかにかけてくる可能性があるのでしっかり注意はしたいと思います。まあ、この際韓国にもそして北朝鮮にも関係改善を取っておきましょうか。タイやカンボジア、ラオス、そしてベトナムなんかの、国に対してもね、まあ、我々が息をかけておきます。まあ、まだ嬉しいことより、オーストラリアが参戦していないので、こういうところでちょっとでもね、参戦する国を減らしていきましょう。ルーマニアがチェコを、アメリカがスロバキアを、そしてカナダ、ポーランド、このあたりが全部参戦してきますね。最新の参戦国の状況を確認します。一気に増えましたね。ポーランド、カナダ、ルクセンブルク、チェコ、このあたりが参戦してきました。そして中国が戦争に参加です。これでまあ中国軍の動きも注目しておきたいですね。現在の中国軍の展開状況になります。現在の中国軍の展開状況はモンゴルやカザフスタン、インドの国境沿いに主に部隊配置してますね。思ったより少ないのがどうだろう、東シナ海とかに部隊少ないですね。ベトナムやミャンマーとかね、ラオスの国境沿いなんかにも部隊配置しているようです。まあ、インド軍を味方に引き入れるのは難しいと思うんですが、なんとかインド軍の、敵国としての参戦だけは防ぎたいですね。ブルガリアもまだ敵としては参戦してませんが、 NATO 国なんで敵として参戦してくる可能性が極めて高いというのは覚えておきましょう。あとはですね、ここに来てというわけではないんですが、ちょっとずつ、いろんな部隊をちょっと下ろせるようにしていきたいと思います。本当だったらね、ちゃんと考えて下ろしていく必要があるんですが、思ったよりも早く、まあ、自分の身から出た先と言われればそれまでなんですが、
NATO 国が参戦してきてますので、圧倒的に足りてないのが、この兵力ということになるので、まあ、ちょっとでも早く前線に兵を送れるように、特に欧州方面ですね。中国軍が欧州まで、まあ、来てくれるのか疑問ですし、来てくれたとしてもかなり時間がかかると思うので、当面の間、この欧州での戦いは自分たちで支えなきゃいけないっていうのがあるので、動員を一気に行っていきます。ではまたゆっくり時間進めましょう。ベルギーが敵国に、トルコ、ブルガリア、ブルガリアが敵か、ちょっとブルガリアの参戦は痛いな。いやー、オランダも敵になりましたけど、一番痛いのは何よりも、このブルガリアかな。ブルガリアが敵になると、このコンスタンツァーが危なくなるんですよね。ちょっと作戦の大きな見直しが必要になるなと今感じてます。このコンスタンツァーは絶対に守らなきゃいけないところなので、なんとかね、部隊を配置して守りましょう。ラトビアが戦争に参加になりましたね。最新の状況を確認します。参戦しているのがご覧のような国々ですね。まあ、まだ一部ノルウェーやポルトガル、スペインなんかが参戦してませんけども、もうほぼすべて部隊は参戦しきったという状態だと思います。まあ、その中でも強力なのがアメリカ軍。これをどう抑えるか。あと数は少ないですが、イギリス、ドイツの精鋭が揃っている部隊なので注意が必要ですね。中国軍の動き確認します。中国軍はパッと見でも部隊を動かしてそうですね。これね、おお、どうやら部隊を大規模に再編しているように見えます。まあ、ただやっぱりこっちに来る気配は全くないので、ヨーロッパ方面は我々だけで支える必要があるというのが分かりました。ドイツ軍の速攻を受けてるなぁ、エストニアからね。なかなかしんどいところですね。かといってノルウェーの方から部隊を引き上げるわけにもいかないので、ちょっとここはまあ我慢の、本当にね、我慢のしどころというところかなと思います。コンスタンツァを占領した部隊も、ドイツ軍、ルーマニア軍の反撃を受けて進撃が完全に止まってますね。まずはどうだろう、このルーマニアの上空の制空権を取りましょう。アルチロール機200機配備します。ベラルーシが敵に回ることはないと思うんで、まあ、ベラルーシをしっかり盾にしつつ、エストニア、ラトビアの戦線、ポーランド、ルーマニア戦線、ブルガリア戦線と4つの戦線を支える必要がありますね。ノルウェー軍は迫ってくる様子はないので、膠着状態を続けます。いや、敵の進撃、イギリス、ドイツ、フランスの混合軍による攻撃を受けて、師団丸ごと消滅するペースがむちゃくちゃ速くなっててですね、これモスクワが陥落する恐れが出てきましたね。もうモスクワ目と鼻の先です。ただ部隊をですね、ちょっとこれ以上送る余裕がないので、どうしたもんかな、ちょっと心配が尽きないので、最後に残っているこの進行部隊1、これをまあ出すしかないかな。これ突破されるともう予備の部隊がないっていう状態になります。アメリカ軍も上陸してきましたね。リガから上陸したように見えます。
引いてはならない。最後の一手を引いてしまったようで、もう止まらないですね、敵の動きがね。まあ、こちらとしてももう総動員をかけるしかない状態になったと思います。まあ、残っている航空兵力も含めて全部投入していきましょう。では、今回はここまでにさせていただいて、まずルーマニア戦線はね、膠着状態に持ち込むことがあるようにできたので、エストニア、リトニア、この戦線をなんとか維持して、状況の改善を待ちたいと思います。では、今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。